はい、またしゃの時間です。皆さん、船とか乗りますか？私は小さい船とかクルーズ船みたいなのは乗ったことありますが、いずれ豪華客船みたいなの乗って旅でもしてみたいですよね。それで船ということで、旧約聖書に登場するノアの箱舟のお話を皆さんはご存知でしょうか？このチャンネルの視聴者の皆さんは知ってる方が多いと思うのですが、今回はその聖書の中の物語と思われていたノアの箱舟が実在していた可能性があることが分かったので、その話をしようと思います。今回はロマンのある系の都市伝説ですね。まず、ノアの箱舟という言葉を一度は耳にしたことがあっても、その内容までは知らないよっていう方もおられると思うので、ざっくりとその内容から説明していきます。旧約聖書の創世記に出てくるノアの箱舟は、もともとは自然と共に平和に暮らしていた人々が、時が経つにつれて次第に欲に溺れて堕落していき、悪がはびこってきてしまいます。そんな人間たちを見て神は怒ってしまい、一度人間たちを滅ぼそうと地上に大洪水を起こして、人間たちもろとも洗い流そうとします。その時、神は人間たちの中から正しい行いをしていたノアに箱舟を作るように命じます。この時、ノアは500歳から600歳だと言われております。神話でよくいる長寿の人間ですね。神の指示通りにノアは箱型の大船を作り、そこへ自分の家族と地上の全種類の動物たちのオスメスを乗せました。その後、神が起こした大洪水なのですが、40日40夜雨が続き、地上に生きていた動物を滅ぼし尽くしたと言います。その水は150日の間、地上で勢いを失わなかったらしいのですが、箱舟に乗ったノアたちは最終的にアララト山に漂着しました。その後の話もあるのですが、今回はアララト山に漂着したというところまでにしておきます。それでこの話、キリスト教など旧約聖書を聖典とする宗教からしたら、この出来事は一応事実としていると思うのですが、私たちからするとなかなかありえない話ということで、神話上の物語と認識しているかと思います。ノアの年齢もそうですし、洪水の規模もそうですし、箱舟といった大きい船がそんな時代に作れたのかという疑問もあります。しかし、最近の研究によって、ノアの箱舟伝説は実際に起こった出来事なのではないかという意見が出始めてきました。それは実際にノアの箱舟の残骸らしきものが見つかっているからです。ノアの箱舟が漂着したと言われるアララト山は、実際にトルコに存在している山なのですが、古くは紀元前3世紀から箱舟発見の報告が続いているんですね。それで比較的最近で言うと、1883年にアララト山一帯で火山性地震が発生した際に、崩れた地盤からノアの箱舟の残骸と思われる木造の建築物の一部が露出しました。それを調査するために当時のトルコ政府の関係者らが現場を訪れますが、火山性地震で現場はとても不安定な状態となっていて、さらなる崩落の危険もあることから調査は断念されます。その際には欧米諸国でもこのニュースが報じられたそうです。ニュースって言ってもテレビやラジオがない時代だと思うので、記事みたいな感じだと思います。その後、1910年より以前に今度は帝政ロシアの調査隊がアララト山を訪れて調査を始めたところ、ノアの箱舟と思われる残骸やたくさんの手がかりが発見されたというのです。この時の残骸や手がかりとなる資料は、その後のロシア革命の混乱によって所在がわからないままとなってしまい、公表される前に一切の情報が失われてしまったということです。その後も現在に至るまではいろいろな発見や調査がされてきたのですが、一番最近で言うと2010年4月27日にトルコと中国のキリスト教に関係する考古学者チームであるノアズ・アーク・ミニストリーズ・インターナショナルがアララト山にて調査を行ったところ、山頂付近でノアの箱舟と思われる木片を発見したという発表がありました。この木片はアララト山の標高 4000m 付近に存在する木造の構造物から採取したもので、木片の年代を放射性炭素年代測定したところ、今から約4800年前ということが判明したのです。4800年前というのは、聖書の中でノアの箱舟がアララト山に漂着したとされる年代と同時期らしく、この構造物はノアの箱舟で間違いないという見解がなされました。これを聞いて、4800年前の当時のこの場所に住んでいた地元住民の住居跡ではと思われる方もいるかもしれませんが、標高 3500m 以上で過去に住居が発見されたことはないので、それはありえないとのことです。今回発見された木造の構造物の内部はいくつかの部屋に区切られているようで、考古学者の研究によると、この区切られた部屋ごとにノアが助け出した動物たちのつがいを載せていたのではないかということです。このチームによる発掘作業は現在も続いていて、アララト山の麓に住む地元住民たちは、発掘が終わるまではこの構造物が守られるようにトルコ政府にユネスコ世界遺産の登録申請をするように申請しているとのことでした。そして実はこの今回発見されたアララト山の現場は、あの Google マップで確認することができるのです。アララト山のその場所を拡大して見てみると、ゴツゴツした岩肌の一部にとても自然にできたとは思えない綺麗に整地されたような剪定の形をしたくぼみを確認することができます。その大きさは長さが約 150m、 横幅が約 40m あります。聖書に書かれているノアの箱舟の大きさは長さ300キュビット、横幅50キュビットと書かれています。これをメートル法に換算すると長さ約134メートル、横幅約22メートルとなり、誤差はありますが似たような比率ですよね。これはまさに神が起こした大洪水によって漂流したノアの箱舟がこの場所に漂着したという証拠なのでしょうか。皆さんはこの画像を見てどう思いますか？このようなノアの箱舟が実在したという大発見がなされた反面、反対する意見もやはりあります。テネシー州ブライアン大学生命起源研究センターのセンター長である生物学者のトッド・ウッドが言うには、仮に神が起こした大洪水から逃れてノアの箱舟がアララト山に漂着したとして、何もなくなってしまった地上で生活していくためにノアはまず一食住を確保しなければいけません。そうなるとまずノアはこの箱舟を解体した木材で家を作るはずで、というのも大洪水によって全てが流されてしまった地上で木材を採取するのはとても困難で、このノアの箱舟の木材を使うのがとても合理的だからということです。しかもこの標高 4000m というアララト山は、人が生活していくには標高が高すぎて不便なので、漂着した場所からは離れてもっと生活していくのに適した場所へ木材を運ぶはずとのこと。ウッドがこの仮説を唱えると、当然ノアの箱舟の実在を信じる人たちは猛反発し、さらなる証拠を探し出すために研究を今なお続けているようです。ウッドというだけあって木にめちゃくちゃ注目してますね、この人。今のところノアの箱舟が実在したという決定的な証拠も、ノアの箱舟は空想の伝説だという決定的な証拠も、どちらも揃っていませんが、今後のさらなる研究によってその真偽が明らかになる日も来るかもしれません。現状のお話としてはこんな感じなのですが、可能性としてはあるというレベルでしょうか。何か他に知っているよっていう方はぜひコメント欄で教えてください。ノアの箱舟が本当だとしても、ノアが本当に500歳、600歳生きたというところはまた別問題かと思います。神、つまり宇宙人が絡んでいたらまた違う話で、ありえない話ではないですけど、そこはまあ別問題ですね。それでこういったロマンのある都市伝説が好きな方も多いので、そういう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録して魔族になっていってください。ぜひメンバーシップも入っていってください。ただネガティブな都市伝説の方が見たくなっちゃう方多いんで、肌感的にそっちの方が伸びるとは思っているんですけども、こういうネタもやっていこうかとは思います。それではご視聴ありがとうございました。